米企業、中国から撤退急ぐ。ロイター通信によりますと、在上海アメリカ商工会議所が調査を行った結果、中国で事業を展開しているアメリカ企業の多くが中国から事業を他国に移そうとしていることが明らかになりました。ある企業は、革新的ではないが、我々の供給業者は事業を台湾に移している。これまでも検討されてきたことだ。こうした選択肢や計画はすでに協議されてきたが、ここに来て実際に動き出した。台湾から直接納入する。ますます多くの製品について中国のサプライチェーンを断つだろうとなっておりまして、今後もさまざまな形でチャイナリスクは拡大するものと思われますので、日本企業の皆様にはこういった増大するチャイナリスクに対応するために一刻も早く中国から撤退していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。